い、ワンダフォーオートモーティブの安見です。今回はですね、またまたちょっと入ってきちゃいました。こちらの車両はですね、997型の、GT3 の後期型になります。はい、なので、多分ね、今全国探しても、まあ、ほぼ台数ないぐらいのね、ものになってるかなと思います。はい、でうちの方でも、ちょこちょこね入ってはくるんですが、まあまあまあうちも入れれたらラッキーかなっていうぐらいね、すごいやっぱり人気があるんですよこの車ね。掲載してだいたいすぐ売れてしまうようなモデルになりますんで、ちょっとね、早い者勝ちというような形になってしまうんですけれども、はい、じゃあねちょっとね説明させてもらいます。こちらの車両が2010年のモデルになってます。なのでもう後期型なんですけれども、マニュアルですねの、GT3 になってます。はい、この世代のものは、マニュアルになってますんで、マニュアル好きの方にはもうすごいいい車両かなと、僕は思いますね。で、走行距離の方も4万キロいかないんですよね。だから3万5000とかそれぐらいです。なのでまだまだね、これからずっと走っていける、車両になってますんで、なかなかな希少な車両になってますんでね、興味ある方はですね、まあ、最後まで見てください。では早速ね周りの方も見ていきましょう。それではですね、まずフロントバンパーの方から見ていきたいなと思います。はい、こちらなんですけれども、プロテクションフィルム施工がされてますね。なので、こういうねちょっと切り目がある、んですが、すごいね綺麗に貼られてますんで、プロの方がねやられたんだと思います。なので、ここから下ですね、バンパー部分は、プロテクションフィルムでちょっと守られている状態なので、多分中はね綺麗だと思います。で、ここね見ていく感じになりますけれども、ここねちょっと吸ってますね。はい、まあ、車高が低い車になりますので、まあ、これぐらいはもう許容範囲です。はい、すごいねこの車はね、まあ僕の中でも、綺麗な部類に入る車ですので、まあ、安心してね、見ていただけたらと思います。はい、そうですね、リップ部分に関しましては、そこまでね大きなね損傷とかはないんですよね。なんかねちょっとこすってるなーっていう感覚ですかね。こここすってないな、ここ違うな。はい、とかはありますけれども、まあまあ皆さんね多分こすると思いますんで、まだまだ、どんどんこすっちゃってください。はい、でこれですね、かっこいいですよねこの GT3 のダクト。これ彼らでもね後付けする人が多いぐらいこのダクト人気なんですよ。で、ボンネットですね。ボンネットもね、すごいなんか飛び石がバンバン当たってるなっていう感じがないんですよね。エンブレムもね、すごいツヤツヤやしね。まあ、間違いなくこれ室内保管やったのかなっていうぐらい綺麗かな。で、フェンダー部分いきましょうか。はい、フェンダー部分もですね、特にへこみ等もなくすごい、綺麗な状態です。はい、で、ホイールですね、ちょっとねこういう点ってね、多分飛び石が当たって、そこの部分だけパン剥がれたような跡はあるんですけれども、なんかガリ傷とかねそういうのは見受けられないですね。でこちらね、PCCB ではないので、まあ、安心してね、ブレーキじゃんじゃん使ってもらったらと思います。はい、まあ、PCCB でもね、ブレーキの持ちすごいいいんでね、まあ、どっちでもいいんですけれども、まあ、交換の時は、PCCB から通常のブレーキに交換するという方も多いんですけどね、高いんで。で、こちらドアですね。はい、特にへこみ等も感じないかな。うん、すごい綺麗だと思います。で、フェンダー部分こちらの方もね、目視で分かるようなへこみ等は特に見当たらないですね。
はい、でこちらも一緒ですね、ちょっと飛び石っぽいねポンポンはあるんですけれども、全体的にすごい綺麗です。うん、ガリ傷っぽいのはないですね。はい、で、GT3 のね、すごい魅力的な部分としてやっぱこのリア周りですよね。バンパー見ていきたいと思います。はい、バンパーをね当ててるとかね、そういうことはまあまあほぼほぼないですね。まあ、どの車両を見てもね大体そんなあんまないんですよね。ポルシェで結構皆さんね、まあ、特に GT3 なんか乗る人はねある程度の運転技術がないと初心者の方でねあんまり乗るとかっていうのはまあ見ないんでね。で、ウイングですね。やっぱこれめちゃくちゃかっこいいんですよね。で前期はこうなってますよね。こう、まあ、ここら辺からこうなんかこうくっついてるんですよ、スポイラーがね。後期からこういう風にねウイング形状になりました。はい、で僕は好きなやっぱこのなんかね何気にねこのねちょっとなんかこう未来チックなねフードが好きですね。はい、でテールランプも後期はこの形になってます。前期はねもうちょっと違う形なんですけども。で、右リアフェンダー、はい、ツヤツヤですよ。うん、すごい綺麗。大金はたいて仕入れた甲斐はありますねこれはね。はい、こちらも一緒ですね。こういうちょこちょこってあるんですけど、ガリ傷は、見当たらないですね。はい、すごい綺麗だと思います。大事に使われてますね。はい、でドアね、ここも綺麗ですよこれ。はい、こんな感じですね。特にへこみ等も見当たらないかなと思います。で、フロントのフェンダーですね。そうですね、ここも同じですね。綺麗な状態保ってます。で、右前のホイール、こちらも同じように、ガリキスとは、見られないかなと思います。はい、じゃあね、早速、まあ、ちょっとね、中の方見ていきたいなと思います。はい、で、中はこの通りですね。はい、内張りもねすごい綺麗なんですよ。やっぱこのアルカンタラめちゃめちゃいいですよね。うん、なんかすごいやっぱ気持ちいいですよこれ。ですね、こんな感じになっております。はい、で、シート状態もねすごいいいんですよこれ。もちろんね使用に伴う、こういうねシワとかね、若干のすれはやっぱ見分けられるんですが、やっぱねこの座面のこの内側とかね結構綺麗ですよね。でここに関してはある程度ねこう体型が大きい人が乗るとここってシワねすごい行くんですよ。でもこれはねほとんど見分けられないですね。はい、でこれ背面が、はい、ボディ同色塗装になってますね。めちゃくちゃかっこいいですこれ。ガンダム感が出てねすごいですよね。で後ろは、シートレスの GT3 と刻印が入ってますね。はい、 GT3 はねもう後ろシートないんでこんなもんですね。はい、じゃあちょっと鳴らしてもらって、走行距離が3万5000いかないぐらいになってます。はい、34,227 でメーターの方は、黄色になってますから、ちょっとね普通の、ポルシェ911とは違いますよね。で、ハンドルは全部アルカンターラ仕上げの、マニュアルにここもねアルカンターラとなっております。でここも結構ね汚れてる車両とかも多いんですけれども傷つきやすいんでね。でもこちらは綺麗ですね。やっぱりねかなり大切に扱われてるかなと思います。で、色ついてますね。 PSM やらスポーツモードで、フロントリフターですねこれはね。でフロントリフターはねよく壊れるんですよこれね。で壊れるんですが、
まあ、単純にその上げて、まあ、戻らなくなるとかね、ちょっと走行しながら下げないと戻らないとかね、そういうような、まあ、壊れ方します。はい、なので、まあ、別にね、いらんわっていう人がこれ買った方がいいですね。はい、フロントリフターを絶対使用しなければいけないっていう人はあんまり GT3 買わない方がいいと思います。で、こちら USB です。はい、こんな感じになっております。はい、助手席もこんな感じですね。やっぱアルカンターラいいですね。大好きですね、個人的に。はい。で、先ほどもね、こちら、チェックさせてもらったんですけど、ドリンクホルダー全く問題なかったです。はい。で、こちらの方にレーダーが、備え付けられてますね。はい。どうですか？このハンドル周り。やっぱりね、違いますよ。GT3 は。特別ですよ。で、このモデルはね、もう特にね、もうすでにね、ちょっとね、探してる人とかおるんですよね。で、まあ、その人らが、まあ、僕たちのところに、問い合わせしてくれるんですが、まあ、一応ね、入ってきますよっていうような、まあ、お知らせだけ、してる状態になっております。はい。で、まあ、入ってきてますんで、まあ、見に行きたいという方はですね、もうぜひね、見に来ていただけたらなと思います。はい。カーセンサーとかね、グーネットにはちょっとまだ、掲載できてないんですが、でき次第ですね、まあ、販売していきたいなっていうのと、あと、まあ、その手前でね、見といてもらったら、早いもん勝ちになっていきますんで、ただ、まあ、売買の方に関しましては、ちょっと、まあ、皆さん、まあ、平等性を保つためにですね、はい、掲載してからというような、形になっております。はい、早いもん勝ちですね、もう、どれだけ、掲載されてから早く連絡くれるかみたいなね、まあ、まあそういうことになるかなと思いますけれども、まあちょっとね、ご興味ある方は後期探してる方はですね、ぜひね言っていただければなと思います。じゃあ内装はねこれで以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの車両、すごく、魅力的なね、内装とかも綺麗で、外装もね、大きな損傷とかもなく、非常に、おすすめできる車両ですので、カーセンサーとかですね、グーネット、まあ、ヤフーかどうかわからないんですけれども、ちょっと見ていただいてですね、詳細の写真を見ていただければなと思います。遠方の方に関しましては、ここ気になるねんとか、言っていただければ、その写真をですね、送ることもできますので、まあ、そういう遠方の方に関しましては、そういうやり取りでですね、できる限りこの車両のことについて把握していただいた上で、販売したいと思います。はい、こういったね動画をちょいちょい上げていきますので、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではワンダフォーオートモーティブでした。